げさん、こんにちは、田中です。ということで、本日はですね、こちら、まあ、ちょっとね、この感じでも分かる人は分かると思うんですけども、本日はね、大塚バッティングセンターの方に来てるんですけども、まあ、何をね、していくかと言いますと、本日はね、バッティングセンターでただね、こうバッティングしても、まあいいんですけども、ちょっと思いついちゃって、バッティングセンターでね、審判用意したら、気合入ってね、打率上がる説、ね。これですよ、これ絶対上がるから、こんなんね。僕、バッティングしてる後ろでね、思いっきりね、ストライクとかボールとかもう後ろで言ってるんですよ。そんなね、状況下でバッティングしたらもう心の中は甲子園、本当に。ということで、本日はね、審判の方をご用意いたしました。はい、ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、ガチ審判の方に本日は来てもらったので、厳しいジャッジをよろしくお願いいたします。まあ、ルールとしては5打席勝負、5打席勝負で審判なしバージョンと審判ありバージョンで打率がね、どう違うのか、気合の入り方がどう違うのかっていうのをね、検証していきたいと思います。ということで、早速やっていきましょうか。まずは、審判なしバージョンでやっていきます。ストライクかボールかとかは大まかな判断で、こっちのも俺の勝手な偏見でやらせていただきますんで。 OK、 ファールですね。ファール、ファール、ワンストライク、ワンストライク。フライ、アウト。ワンストライク、ファール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 。ツーストライク、追い込まれてるよ。ファール、ファール、ファール、ファール。ちょっと待って。ショート、入る、サード、サードゴロ。ワンストライク。追い込まれた。ツーストライク。次ラスト、5打席目。ワンストライク。ボールでしょ、今のはボールよ。ワンワン。フライ。はい、ってことで、とりあえず審判なしで5打席やりましたけど、5打数ノーヒット、打率ゼロですね。やばい、いやー、全然やばいよ、俺。ほんとにフライばっかよ、フライばっか。やっぱりちょっとダメだね。ということで、今から審判の方呼んで、ちょっと審判のジャッジをしながらガチ対決、対決も機械と対決だけどね、これね。ということで、早速やっていきたいと思います。いきます。ってことで、やっていきます。お願いします。
審判ホーム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 やった4打席目でホームラン来ました。よっしゃよしよしよし、はい、ということで次5打席目いきます。ふぅおぉ初めてのボールよこれ。カウント大事に。ボールよしよしよし、ツーボールツーボール。そうおぉよしよし、高かった高かったよ今のは。高かったバーボールある。おぉよしホームラン打った、ホームラン打った俺は。ホームラン審判あれホームランホームランです。はい、ってことで結果的に審判ありバージョンの時は、5打数1安打、1四球ということで、出塁はねかなり多かったね。出塁率としては審判なしバージョンよりかは全然良かったね。ホームラン打ったんでヒットとかじゃなくてホームラン打ったから、これやっぱり審判効果ちょっとあったんじゃないかな。審判さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、球筋というかストライクボールとか結構多かったですか、マシン的に。まあそうですね、ストライクボールはちょっと散ってる部分はありましたけど、審判つけた方がスイングも良くなってるんで、やっぱり審判効果はあったかなと思います。本日あの1ホームランということでホームラン打たれたんですけども、はい、そのあたりの気持ちというのは。いや僕打ってないですよ。